台風8号は先ほど伊豆半島に上陸しました。浜松市では怪我人も出ています。台風8号は午後5時半ごろ伊豆半島に上陸し、現在は1時間に20キロの速さで北東に進んでいます。おととい午前10時の降り始めから午後5時までに観測された雨の量は、伊豆市天城山で 459.5 ミリ、静岡市鍵穴で 353.5 ミリ、静岡市宇都宮で 331 ミリ、静岡で 327.5 ミリなどとなっています。現在遠州北を除く県内全域に大雨警報、中部と伊豆北に洪水警報、中部、西部、伊豆に波浪警報が発表されています。また静岡市南部と藤枝市、河津町と東伊豆町に土砂災害警戒情報が発表されていて、静岡市は土砂災害警戒区域に住む29,841世帯72,447人に、東伊豆町は6,253世帯11,524人に避難指示を出しました。このほか富士市、富士宮市、沼津市、熱海市など9つの自治体に高齢者等避難が発令されていて、避難所が開設されています。消防によりますと、浜松市浜北区で70代の男性が歩行中に強風にあおられ転倒しました。住宅のフェンスに接触し、額などを出血する軽傷です。静岡市の久能に来ています。あちらのビニールハウスなんですけれども、この大雨また突風の影響でしょうか、骨組みがぐにゃりと曲がり、また屋根も剥がれてしまっています。静岡市駿河区青沢では農業用のビニールハウス15棟が壊れる被害が確認されています。突風が原因とみられています。怪我人はいませんでした。下側の方が完全に骨組みが折れてしまってぺっちゃんこになっている状態です。青ネギの箸の準備をしてありまして、また島田市では強風による影響か、塗装工事をしていた現場の足場が崩れる被害がありました。人的被害はないということです。土砂崩れも起きていて、午前10時ごろ静岡市葵区梅ヶ島の市道ののり面の土砂およそ50立方メートル分が道路に流れ出し、正午過ぎから通行止めとなっています。5世帯が孤立集落になっていますが、連絡は取れていて、ライフラインに影響はないということです。